こちら門別競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはレガシーエレガンス、フリーキャンディー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくフリーキャンディー行きました。続いて前へ行くのはレガシーエレガンス、さらにはポパノリッキー、5番ノーアイリス、その後ろ、この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。それでは先頭から先手を取ったのはフリーキャンディー、2番手に11番レガシーエレガンス、その後ろからはナイトサイクル、オレンジの帽子ハニーパイ、その後ろすぐ隣にポパノリッキー、その横にランニングバレー、イクノローマ、そのうちに続いています。その隣にチャーリーブレイブ、その外からノーアイリス、黄色の帽子エアーメジスト、その後ろしんがりからピンクポリムラ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてフリーキャンディー、ハニーパイ、ほとんど差がありません。3番手にレガシーエレガンス、絶好の手応え、レガシーエレガンス、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。ここで先頭変わりました。先頭はハニーパイ、ポパノリッキー先頭、残り 200m、 ポパノリッキー先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。ポパノリッキー、2番手はレガシーエレガンス、ポパノリッキー1着、ポパノリッキー完勝、ポパノリッキー1着、2着はレガシーエレガンス、勝ったのはポパノリッキー、レガシーエレガンス2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。